七つ森古墳群は、大分県武田市菅尾にある古墳。1959年5月13日に、国の史跡に指定されている。武田市西部の菅尾地区の大地上の国道57号沿いに、ある古墳群である。元来は、その名の通り7基の古墳があったと考えられているが、現存するのは、円墳2基、前方後円墳2基の計4基のみである。 最盛端にある A5 墳は直径20メートル、高さ4メートルの円墳で、発掘された船型式石棺の石枕が小さいこと、等から、被走者は生後間もない幼児であると考えられている。B5 墳は全長51メートルで、後円部の計28メートル、高さ6メートル、前方部の幅8メートル、高さ3メートルと、 前方部が細長い絵鏡式前方公園墳である。公園部の中央から組合式石棺一基が発見されており、中には新転送された成人男子の意外遺体が収められていた。二基の前方公園墳からは、1924年に行われた調査の際に、副葬品として、六枚の銅鏡、曲玉、碧ま、壁玉白、駆使数のトースなどが出土している。 このうち、壁玉製駆使路は、破壊されて、意外付近に散布された状態で発見されたもので、九州では、湿度例が少ないものである。この古墳は、その形式、石棺の構造、湿度品などから、古墳時代前期に造成された、宝飛地区で最後の機内型古墳であると、推定されている。また、湿度品の壁玉製駆使路も、機内との関連を推測させるものである。 同地の飛願花現在の七つ森古墳群は、一般には古墳としてよりも、その周囲に植えられた20万本にも及ぶ、飛願花の名所として知られている。ありがとうございます。